お元気ですか？谷村新司です。現在、北京オリンピックの真っ最中、皆さん毎日テレビの前に釘付けになっているのかなと思います。さあ、今日も気分を変えてゆったりとラジテレ一緒に始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは北京オリンピックの特別編です。この北京オリンピックちょうど今やってる最中なんでタイムリーだとは思うんですけども、一つ皆さんにお知らせがありまして、今回のこのラジテレの51回目、実はこのタニテレが始まって、コンテンツをいろんなものを作ってきて、ちょうど今回のこのシャープ51が100本目になるという、記念の回になりました。皆さんの応援のおかげで、いろんなコンテンツをどんどん作って、参りました。日々後日、そして、過去の映像、そして今現在を伝える、アリスの映像、谷村の映像含めて、毎回毎回いろんなものを皆さんに提供していく、それが記念の100本目を迎えたという、ちょっとスペシャルな、感じがしております。さてその、今日51本目のラジテレは北京オリンピックというタイトルをつけました。2月4日、立春の日の夜、北京オリンピックの開会式、これをテレビで、谷村も見ておりまして、そして一気に蘇ってきたことがあります。それは2008年、夏の北京オリンピック、この時の思い出です。今回は特別にその時のことをこっそりとお話ししてみようかなと思っております。思えば今からちょうど14年前になります。2008年、夏、8月8日、谷村は北京におりました。中国での初めてのオリンピック、そして場所は今回と同じ北京の国家スタジアム、まあ通称みんな鳥の巣と呼んでる同じスタジアム、それのこけら落としがあったのもこの時ですね。なぜ谷村がその時そこにいたのか、皆さんクエスチョンマーク浮かんでると思いますが、実はですね、NHK のオリンピック中継の開会式の特番がありまして、その解説をするということを頼まれたんです。そして、その時、NHK のアナウンサーとして参加してらっしゃったのが、ベテランの三宅アナウンサー、そして、女性、キャスターの青山優子アナウンサー、この二人と共に、このスタジアムの中段にあります、放送ブースの中に、各国のいろんなチームと並んで入っておりました。